京急線日の出町駅で、ホームドアの稼働が開始しました。京浜急行電鉄は、日の出町駅2番線ホームに、3月26日、1番線ホームに、4月2日にホームドアを設置し、今日18日の始発より稼働を開始しました。京急電鉄としては、全72駅中11駅目のホームドア稼働駅となります。京浜急行電鉄では、駅ホームにおける安全性の強化を目的に、ホームドアの整備を進めています。7月上旬に、京急東神奈川駅、2023年度末までに、八丁縄手駅や生麦駅など7駅にホームドアが整備される予定です。2030年代半ばまでに、全72駅にホームドアホーム固定柵を設置する計画だということです。これで、6月18日の KAB ニュースを終わります。